전략을 해뜨는 걸 보여줬는데, 거의 가까이, 10년 가까이 활동을 하면서 스태프들하고 처음으로 술로 한잔 하고 갔어요. 굉장히 유익하고 행복한 시간이었습니다. 昨日もですね、前回同様、本当に彼岸の森を見た状態で眠りについたんですけれども、 11月この活動をしていて、初めてスタッフの皆さんとお酒を飲んだ後に、ここに着きました。 幸せな時間を過ごしております。そんなのかいですね。お酒飲んでね、全然興味がないですよね。全然ですね。ええ、これ、プロ酔いですか？プロ酔い。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 プ
굳이 술 먹자면 日本のホロ営業さんがありますよね。あれは二方ほどの意味でした。先ほど特に客席から上がってくる時に僕のことをガードしてくださった方がいるじゃないですか。その人事長さんが公演前にもかかわらず、なんかあえてお酒飲もうよって言うから、しゃべらずに一緒に飲みました。 소리치하는데 기분이 좋다라는 느낌은 정말 거의 처음인 것 같아요. とても美味しかったですし、お酒が酔っているんだけれども、お酒に酔ってきたんだけれども、本当に気分がいいという、そういった経験を多分初めてなんじゃないかなと思います。そうなんですね。30歳にして初めて。なんですね。私たちは大人ですから。もう大人ですけどね。 커뮤니티를 준비하면서 혹시 내가 혼자서 서른 살이 됐는데 조금 나이가 들어 보이면 어떡하지? 팬들한테 예쁜 모습을 보여줘야 되는데 하고 머리 색깔을 바꿔봤어요. 팬미팅을 준비를 하시다가 지금 1人 だけ 30살이 되고 しまったじゃないですか. 僕 1人 年取ってみたらどうしようって思いまして、 ファンの皆さんには素敵に見せたいなと思って、ちょっと髪の毛の色を変えてみました。 久しぶりに会うの皆さんに会いましたら、ちょっとですね、感情が込み上げてしまいまして、ちょっとあれだったんですね。で、たくさん涙をこぼしてしまったんですけれども、今回はそうしないで、そうしないようにしようという決心をしてまいりました。そうなんでもいいんですよ、別に。
생활이 잘 안 돼갖고 오늘은 안 그럴 거예요. 네. 本当はかっこよく言いたいなというのを思っていたんですけれども何がそんなに悲しかったのかよくわからないんですけれども最後をうまく締めくくることができなかったので今日はそのようにはしないようにしようと思います。そうなんですね。でもどうもね、ジョンソクさんにお話を受けられますよっていう感じなんでございます。嬉しいです。そうですね。先ほどもね、ジョンソクさんおっしゃってたんですけども 素敵なジョンソクさんとまず最初のコーナーに行きたいと思います。最初のコーナー